ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、いつも見ていただいてありがとうございます。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はですね、はい、エニアグラムの使い方というか、謝罪というか、不安というか、はいはい、私は常々タイプ6だと言っており、体調はタイプ9ですと。はい、で、まあ、私のこの何て言うんでしょう、性格的にちょっと自重気味、我が星の王様は山里さん、山ちゃんなので、まあ、どうしてもちょっと自重気味に物事を見ているという、で自分を貶めている性格的なところがあって。なんか6を不当に貶めているのではっていう、その6を不当に貶めるがあまり6って良くないよねっていう印象を与えてしまっているっていう不安と、なんか私のようなこのなんて言うんだろう、お前本読んでるだけじゃんっていう批判がいつか来る、エニアグラムに詳しい人たちから。俺の方がもっと知ってるよとか、あいつらのこと間違ってるよっていう指摘がいつか来るっていう不安。僕は別に気にならないですよ、ね。気にならないですよ。じゃあお前動画出てくれよと思いますよ。このなんていうんでしょう、楽観タイプと反応タイプの違いなんでしょうか、これが。でよくまあタイプ6はその注意センサーが働きすぎているというか、常々未来を見て不安に感じすぎなんですかね。いつか怒られるよ、これはこの動画怒られるよって思っているのに対して先に謝っとこうと、あと弁明しとこうというのは、この性格タイプの分析でドン・リチャード・リソさんがですね、エニアグラムに長く親しめば親しむほどエニアグラムを使う練習をすればするほど洞察力が鋭くなります。しかし結局のところ、人々を診断する方法を学ぶことは個人の特性のどれが性格のタイプの特性の何と適合するかを知ることにかかっています。なので2つの分野を学ばなければならない。どの特性がどのタイプに伴うか、またはその特性をいかにして個人の中に認めるかっていうことを学んでいくことで、エニアグラムの能力が高まっていくって書いてあるので、ここも学びの場なんだと。学び、トレーニング、トレーニングさせてもらっている。なんでその偉そうに言ってるつもりはありませんよっていう弁解がしたかった。なんか僕の感覚的に、こう多分1年前ぐらいじゃないですか、始めたのが。そうですね、はい、1年前に始めた時よりもエニアグラムのことだいぶ分かってきた感じはありますが、その私がここでよく言う、タイプ5の方からいろいろ来るじゃないですか、最近。いや、あなたの方が知ってますよって僕は常々思うんですね。別にそんなことはどっちが知ってるとか関係なくないですか。で、そう、僕は、ね、関係ないよっていうことが言いたかった。で、それをリゾさんが言ってますっていう、このタイプ6的な、この人がっていう、リゾさんが言ってますよっていう、僕はリゾさんにってことですよね。で、これがまた僕の良くないところで、このタイプ6だって言いながら、すごい自重的にね、タイプ6を取り扱うじゃないですか。カレン・ネブさん、9つの性格タイプが分かるっていう本の中で、エニアグラムをこんなことに使ってはいけませんっていう項目があってですね、もちろんこのエニアグラムを、知識をどれだけ自分のものにできるかは努力にかかっていますっていうふうには言ってくれてるんですけども、自分がこのタイプだなんてすごく嫌だと人に思わせることはやってはいけませんと。で、僕がこのタイプ6が6が6がって言って、これちょっと6ディスってますよねとか、6ってこういうとこありますよねっていう物言いは良くないことです。どのタイプも同じように良い面もあれば悪い面も持っています。
エニアグラムは可能性を引き出すためにあるものですよと、うんうんうん、本質的でない特性について語っているものではない、うんうん、あとはその例えば使ってはいけないこととしては、うん、彼はタイプ8だ、うん、すぐ攻撃的になるはずだとか、うんうん、彼女はタイプ2だからごまかすのがうまいのよ、うん、みたいな他人を型に当てはめる、うんうんうん、これもやってはいけないことです、うん、あとはそのあなたはこのタイプです、うん、って決めつける、うん、これもとても失礼な行為であると、うんうん、というのは、まあ、エニアグラムっていうのは、うん、いい面もあれば悪い面もあるっていう、うん、この悪い面を当てはめて、うん、あなたはタイプ何々です、うん、って言ってるのと一緒のことです、うん、それはそう。なんかまあ僕もこう学んだ時に教えてくれた先生に、はいはい、絶対人を診断してはいけませんみたいな、こう嫌な思いをさせる可能性が高い。そうですね。なんでもちろんこの自己診断で、うん、タイプ7です、うん、で私が言ってました、うん、ここに来た時、うんうん、その時もちろん体調は7じゃないですよとは、うん、そういらなかったっていうことですよね、うん、そうで、そこでこう7はないよねって言うと、あの傷つける可能性が、嫌な思いをさせる可能性があるあるっていうことですよね、うん、なんでこの相手がそれを知りたくない場合や、うんうん、それが相手にとって受け入れがたいタイプだったりすると、うん、その人を誤解させたり、うんうんうん、苦しませたりしかねないっていうふうに書いてあります。だからまあ知りたいって人にはいいと思うんですよね、はい、エニアグラムを学んでる人同士のだったら、ね、あ、何々っぽいとかっていうのはこうお互いの勉強みたいな感じになる、はい、でここで今やろうとしてるのが、うんうん、その私がよく言うエニアグラムのプロレスですと、うんうん、要はルールを知ってルールを知った上で、うんうん、あの安全に戦いましょうと、うんうんうん、プロレスをしましょうとうん、うん、いうことが言いたかった、うん、あとはそのやってはいけないこととしては、うん、私はタイプ7、うん、だから時々約束をダブルブッキングしてしまうの、うんうん、みたいな言い方、うんうんうん、なんでこれよく私がやるタイプ6だから不安になるんですよ。もうこれしょうがないですよねっていうのは多分良くないっていう。良くないっていうことが書いてあるし、うん、最近そのご自身でそのタイプ6の特徴を書いてるときに、うん、あ、昔タイプ6にこんなことをされたっていうメッセージをもらったときに、しまったと、タイプ6は決してそういうタイプじゃないのに、私がやったことに対して、私もされたっていう声が集まってくると、うん、タイプ6がそういうタイプに見えてしまうっていう、うん、これは良くない、うん、もちろんタイプ6素晴らしい面たくさんありますと、うん、今泣きそうです私ちょっと自分でディスりすぎたみたいな、ディスりすぎたっていうことを思ってます、うん、なんでこれは今まで私がやったことはちょっと良くないことにエニアグラムを使っていたのかもしれないっていうことを言いたい、うんうん、先に、うん、まあ、今後多分出てくるであろう、うん、このタイプ6ディスリータイプ6の人すみませんって感じですよね。タイプ6の人すみません。もちろんタイプ6の人は、うん、気質の輝き勇気です、うん、みんなを守る力を持っています、うんうん、これはどの本にも書いてあること、うんうん、なのでごめんなさいと、うん、で、あと書いてあるのは、万能エニアグラムは万能薬じゃないよと、うんうん、人間は自分の人生に責任を持つことで大きく成長できるっていうことを送っています、うん、で、エニアグラムというのは自分のことがよく理解できた、うん、だから自分自身と人間関係をどうしていくかと思えるようになることがエニアグラムの目標であると、スーフィーの伝統ではエニアグラムは神から与えられたシステムであり、うん、一人一人が努力することで精神的なヒーリングを達成できる、うん、これなんで人に使うものじゃないんですよね、やっぱり、うん、基本は自己探求、自己探求して、うんうん、で人も違うよねっていうことを理解することで自分を高める、うんうん、あとはその書いてあるのはエニアグラムの目標は、うん、あなたの性格を克服することではなく、うん、
味方になって、うん、本当の自分を見つけるきっかけにするものであると、うん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 、ある行動パターンにとらわれていたり、それが習慣になっていても止めようとしてはいけませんと、うん、なぜならこの行動パターンっていうのは、うん、戦えば戦うほど相手は強くなってしまうと、うんうん、でその代わりそのなぜ執着してしまうのか、うん、そのなぜその行動パターンに執着してしまうのか、うんうん、それに対して何ができるのかを深呼吸して自分に聞いてみなさいと、うんうんうん、でその答えから何かを学びなさいと、うんうん、これはねついもう反応しがちな、まあ6というよりも私ですね、6って言っちゃダメですね、ここで私に対してはちょっと反省で、何かをしているとき、それがどれほど悪いことのように思えても自分を許し、自分の性格に共感を持てるようにしましょうと、あなたの性格のタイプの良し悪しを判断してはいけない、タイプの良し悪しを判断してはいけないと、うん、だからどのタイプがいいとかはない、だからタイプ4、うん、いいなって言っちゃダメなんですよ、いいなって言っちゃダメだ、ね、なるほど、うん、多分どのタイプもいい部分はいいんですよ、丸くなるって言いますからね、はい、で、まあ、落ちた時がダメなわけで、はい、落ちるかどうかって話じゃないですか、でまた落ちた時も攻めるのではなく、うん、深呼吸してちゃんと考えようっていうことを言ってます、うんうん、で達成不可能な目標を設定して自分を追い詰めてもいけないよと、うん、あなたの行動を見つめることこそが、うん、その不可能な目標を取り払うことになりますと、わ、うん、かりましたかって僕ですねなんかその、まあ、ディスりすぎましたね、6のことディスり、まあ、多分、まあ、自分のことだからディスってもいいやって思いが多々あります、多々あって、はい、こうディスって、はい、でそうすると自分以外のタイプ6の人そう、仲間だと思っていたタイプ6を今貶めていたと思ってですね、うんうんうん、とても反省しています、うん、はい、っていうやっぱただあと、うん、その俺のが知ってるよって人から、うん、いつかお叱りが来るっていう不安も違うんですと、勉強してるんですと、うん、別に知ってるよって来てもじゃあちょっと教えてください柔軟ですね教えてくださいですよ、そうなんですよね、そうそうそう、はい、うん、別に僕たち先生ですってやってるわけでもないし、全然、うん、一緒に、うん、学ぶ場を学ぶプロレスの場をと、うんうん、楽しみましょうと思ってます、はい、いう場所だと思ってるので、はい、なのでこう意見があれば書いていただければ全然またここでアンサーをさせていただきたいと思ってます、うんうん、そうですね、はい、なので違うっていうのもあり、あ、もちろん全然そうですねって多分僕思います、うん、はい、うんうん、なのでこうさまざまな意見が聞ければと、はい、トレーニングのために、はいはい、タイプ6の人本当に申し訳ございませんでしたタイプ6は勇気です、はい、うん、勇気です、はい、勇気を持つ人たちです、うんうん、はい、すいません、いえというところでした、はい、エニアグラムの使い方、うん、使い方ぜひ皆さんも気をつけて、はい、気をつけて取り扱ってくださいと、はい、思っております、はい、またチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。